こんばんは。ちょっとリップ塗り忘れちゃった。しかも超落ちてくる。やめて。やめて。めっちゃ寝起き感すごくない？そうなの、寝てたの私。言わない？昼寝してたの。しかも目覚ましかけて寝てさ、2時間1時間半ぐらい寝てた。びっくりした自分でも。まさかこんなに寝てると思わなくてさ、びっくりしたんだよね。まさかね、びっくりだよ。ヤンカーさん、姫ありがとうございます。姫ネコアラ、未来の音がした。どういうこと？長い毛すごいね。シンデレラ、シンデレラじゃないのか。なんだろうこれ、なんだろう、宝、なんだろう、びっくりモンブラン。今日僕は大学の講義が2個あったから寝る暇なかったけどね。そうなんだ。私昨日はね、お話し会だったから寝る暇なかったけどね。アラジンと魔法のランプ、結構チャック開いてるんだけど。あ、全開なんだけど、チャック危ね、見えてないかな、大丈夫かな。焦った今。今日は休みでした。今日は休みでしたね。お休みでアニメ見て、漫画見て、半身浴して、サービスしてた。そう、最高な一日。推しの子の漫画出てるやつ全部見て、で今アーニャ見てる。アーニャの漫画、まあでもまだアニメで見たとこあるぐらいのとこだけど、最高。クラス3人いたよ前から。わお、そう、今ね、家庭志向観光大使公演中だと思うんですけど、かぶせてしまって申し訳ないんですけれども、あの明日が朝早いので、朝早いわけじゃないけど、まあ朝早いんですよ私の中では。なのでちょっと配信させていただきます。洗濯できます。皆さん選択権です。個人の自由なので選んでください。アクカナ派かアクアカ、いや、アクカナ派ですコメント欄でめっちゃあったわ。 最初つらか、最初というか途中でえマジみたいなあったけど、おおみたいなね、いい感じですね。ジャージ裏返しに着てません。イーナ研究所ね、なんか2000人超えたっていうのを私もツイッターで見て嬉しかったです。そう、たくさん寝て疲れがバーン、本当に寝すぎたよ。シュリーさん、姫ありがとう。姫、あんちゃんの朝早いは9時ぐらいのイメージ。いや、もちろん9時は早いよ。だって9時集合とかだったら8時半とかにはさ、8時15分ぐらいに起きなきゃいけないじゃん。8時には起きないか。そうだから、推しの子試しみたら面白くてハマりました。ハマるよね。紹介メール、イエーイ。今日はうどんを食べました。
夢見たわかんないやん。そう、そのアニメね、見ないとって思ったもん、まだ見てない。見るよ。寝すぎて逆に眠さが残ると思う。でも昼寝してただけだから。人によってね、寝る時間とか違うし、人によって起きる時間のね、遅い早いは違うと思うけどね。はよー、やらつくさん、うわ、魔法のラップありがとう。そう、食わす。睡眠取るのは大切。そうね、最近あのアニメ、今日はマジュルも見て、あとね、今あれをめっちゃ進んで見てる。何やったっけ。そう、それそれ見てますね。見てますよ。こんばんは。魔法のラップ3つで願い事を叶えるなら何がいいかな。ターマンで、一生ターマンで暮らせる暮らしが欲しい。昼寝してた人生初のあなちゃんの夢を見た。何してた。嬉しい。鬼滅見たよ昨日。見た見た。ギャヒャー、ギャヒライプに頼んで来金同盟戦略16億えぐ。めっちゃ頑張ろうね。ターマン嫌いな人とかいるんですかね。ターマンに住めるよって言われたらみんな住むでしょ絶対。違うよ、ターマンにずっと住みたいっていうのはそういう意味じゃなくて、ターマンに住んでもなんか豊かな暮らしというか、ずっとなんか今後きつくなるとかじゃなくて、ずっと安泰してっていうことです。呼吸クリニックどうしようかね。シュークリーム食べたくなる、わかる。美しい。ドゥドゥドゥ。お出かけする、お願いしようかね。お出かけしよう。たま人間関係えぐいって聞いて足踏みしてる。そうなの、人間関係そうなの。一戸建てに屋付き、わかる、いいよね。回数による、お話書いて、楽しみ、ありがとう、覚えておいてね。毎週朝エレベーター降りるの時間かかる。それは余裕持って家出る。たまん住んでいるという余裕さをね、持つから大丈夫、きっと。きっとね。獅子落とし付きの庭欲しいなって思ってたけど、幽霊がいる時って獅子落としってね、倒れないらしいの。なんか、止まるらしいの。だからちょっと、嫌だ。エンディングダンス。シュールだよね。タワマンママさんのマウント合戦すごそう。確かにイメージある、あるあるある、確かに。私のタワマン住むはちゃんと上の階とかに住むっていう目標だから。今日森城交換の日、今日何日ですか。車はね、こだわりないです、マジで。まず免許持ってないからね。いつか欲しいけどね。タワマンは人間を回数で呼ぶ。怖い世界。そうか。背景、ランプだって。ランプ。なんか、あの、魔法のランプ。なんだっけ。アラジンのやつ。だって、びっくり。最上階じゃなくてもいいけど、上の方がいいね。上層階だと洗濯物干せないもんな。そうなんですか。今日15日は森城交換日だけど、今日はなんかまだ森城大丈夫そう。
え、朝のエレベーターラッシュありそう。確かにありそうだな。人がまるで、あーにゃ、ニュースみたいになってる。庭付きもある。なんかさ、一回私さ、お父さん知り合いでさ、住んでる方がいてさ、行ったことがあるの。なんかワンちゃんをちょっとなんか旅行の間見るかなんかで、ワンちゃんを取りにというかお迎え行った時に行ったの。すごい庭とかもあって、すごいみたいな、なんかホテル、すごいホテルに泊まりに来てる感覚だった。すごかった。庭付きでバーベキュー、憧れるよね。ずっと住んどったらそれが普通って思っちゃうかな、分からんけど。こんばんは。ね、頑張ります。頑張って。ご近所付き合い大変なのか、しなきゃいけないのかね、ご近所付き合い。でもマンションとかも一緒じゃない、そうなると。あ、でも田舎の一軒家好き、わかる、めっちゃわかる。今は多分そう、私そう、タマ住みたいって言ってるけど、私老後のこと考えたら、私田舎に住みたい、絶対香川に帰ってきたいって思ってます、ずっと。田舎の一軒家最強説ある、それな。めっちゃ田舎すぎるとそれはそれで老後大変なのよ。多分車とか運転できなくなった時って何も周りになかったら辛いと思うから、じゃあ若干交通の便も良くて、でもちょっと田舎みたいなのが憧れ。田舎のタワマン住む。でもめっちゃなんか、めっちゃ田舎も憧れる。大変なのかな、わかんないですけど。おうち工部来てくれるやつか。広島最強説、いやマジそうよ。交通の便いいし、めっちゃ程よい、程よいとか言っちゃったけど、都会だけど、田舎の中では都会だけど、とてもでもいい。ちょっと外れたらちょっと田舎感もあるし、夢の国付近はそんな感じで住みやすい。あ、そうなんだ。海近いの嫌だな。でも夢の国付近でも土地代やばそうじゃない、知らないけど。ルンバ使いたいから、かわいい。ダラさん宝箱ありがとう。バカかすみんちゃんがアナちゃんと少し話せましたって言ってた、嬉しい。いいよね、タワマンは風で森中飛んでしまいそう。確かに。握手会今はしとらんのよ。でもお話し会って言ってね、握手はしてないけど近いお話し会みたいなのあるよ。やっぱいいよね、なんかさ、めっちゃさ、地元すぎる。なんか地元じゃないわ、田舎が結構なんかみんなが仲いい集落みたいなあるじゃん。大変かもしれないけどいいよね、なんか。トナチル多いな。ほら、ありがとう、愛される。島ね、お島か。ちょっとさ、島に住んでみるのもさ、ちょっと憧れるくない。島でさ、学校がさ少なくてさ、あのクラス1クラス2人とか3人しかいなくてさ、全校生徒もさ数十人しかいないさ、なんかみたいな、あ、これちょっとさ、ちょっといいよね。竹松さん、ナンパありがとう。キュッ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 、福太郎さん、ナンパありがとう。キュッ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 、ありがとうございます。
近所の人に助けてもらえる。うん、マイクないから。そうなんよ、いいよねマイクないの。ご近所付き合いが大切。高校生だったら船で本土に行かなきゃいけないやつか。でもちょっと憧れるね船で来たみたいな。くたらさん姫ありがとう。前魚釣り行ける。ああ。会う人みんな知り合いってさ、いいよねちょっと。いいよね。隣の人が勝手に家入ってきてて、テレビ見ながらおやつ食べられてた。そんな感じなの？たずきんさん、姫ありがとう。ありがとうございます。やった。丸亀市の。どういうこと？おすそ分けありそう。え、ちょっと今回すごい野菜多く取れたんやみたいな。おすそ分けとか夢だよね。アンピちゃん推しの島でみんな集まってショールームみたい。アンピちゃん推しの島、あ、私を推してくださっている人たちがいっぱいいる島ってこと。嬉しい。それは中学生の時船で来てた同級生、天気悪いと休んだり早退してた。あー、そっか、大変だね。大変だ。秋田の田舎鍵かけてない。でもちっちゃい頃とかそうだったらしいよね、おばあちゃんちとかも。もはや、え、でも結構私がちっちゃい時もおばあちゃんちそうだった。結構なんかどっか そのおばあちゃんち、おばあちゃん家を抜けてじゃないけど、外で遊びに行った時とかも鍵かかってないから出入りし放題だったよ。でもありがとう。グラタンに合いそうなものたくさん作るか。おお、いいね。フェアリーハートさん、ランプありがとう。ありがとうございます。収穫の時期野菜とかめっちゃもらえる。いいな。驚くないと怖いよね。今はもうね、怖いでしょ。沖ノ本島という島、あ、丸亀市に沖ノ本島っていう島があるってこと。うーん、鍵がないとかだった。無法地帯。おばあちゃん家あるあるよね。なんか安否しか住んでしまいない島、ほぼ無人島よそれ。私無理です、無人島嫌よ。ちゃんといろいろ設備が整ってる無人島じゃないと嫌。コンビニがないとも嫌だ。福岡の北九州市に住んでるので鍵は見つかけてるよ。これカチャカチャと音、あのカチャンのやつってこと。いたずらされるから防犯カメラつけました。効果あった。全国の中安平が大集結するのか。やばすぎる。私もう森塩対策で防犯カメラつけようかな。変わるんかな。はあ、ヘビは苦手かも。私ヘビ一生無理かも。ちっちゃくても無理だし、大きくても太くても長くても全部ダメ。ヘビはちょっとダメ。今この部屋でヘビ出たら私引っ越す。コンビニがある無人島。北九州は普段から今の広島ぐらい警備がすごい。あ、そうなんですか。治安があんまりなんですかね。無人島に誰かメンバー一人連れていくなら誰。無人島に行きたくないっていう選択肢しかないんですけど、私もうもはや行きたくないんですけど、行くしかないなら行くしかないなら誰連れて行けばいいんだろう。誰とか結構良さそうなんだろう。悩み。
葵さん、なんか良さそうじゃない。あ、でも虫苦手そうかも。どうなんだろう、葵さんなんか生き残りそうじゃない。あ、まひなさんとか虫、まずでも そんなに虫苦手じゃない人がいいよね、きっと。これ見てくれたの、やった、ありがとう。やった、ええやん、ええやん。島育ち、おお、どんな感じなんやろ。防犯カメラつけた自転車パンクしなくなった。ええー、自転車もうパンクしてたの。わお、防犯カメラすごいね。首に巻いてってなったら本当に結構嫌かも。うるおじさん、レボスタ、ありがとう。うなぎ穴具は全然いいよ、ヘビは違うよ。庭にヘビ住んでて玄関入ってきた時マジで嫌だった。私も一時期香川住んでた時ヘビ住んでたんですよ、家のところに、家の中じゃないよ、に住んでて、なんか私木が生えてて、私の家のところに木生えてて、そこにあのドゥーワッドゥって鳴く鳥がいるんですけど、その鳥が住んでたんですよ。だから多分ヘビが住み出して、である日その鳩みたいな鳥が卵を産んだわけですよ。じゃあ狙われて、私その木のこう木のところにこう車をこう駐車してたんです。で家帰ってきて車を駐車したら助手席とかになってたんですよ。じゃあ 木にこうやってヘビが登っていくのが見えたんです。えみたいな、ヘビだみたいな、どう車降りられない、怖いよってなって、結構ちょっと大きめな子だったんですけど、怖いよって言って急いで頑張って降りて、もう震えながら、でなんかバーって言って2階から覗いたら、ちょうど2階がこう登ってきたところのなんかその巣があるところがちょうど2階ぐらいの場所なんですよ。で見てたら卵を狙ってて、いやーってなって、そう、ヘビが住んでた。でもね、いつの間にかいなくなった。ユースセット、東京ディズニーリゾートと全国の美味しいものを食べ放題のお店しかない安比島を、やばすぎる、幸せすぎる、みんな来たくなるよ。鍵は3本あるの、そうなんだ。ユナユナ、確かに。森末ちゃん、意外。お豆腐テッドさん、姫、ありがとう、姫。ありがとう。赤髪のドットくん、スーパーファミリーの、すごい、すごいつながりじゃないけど、やっぱりなんか有名な役やってる方は素晴らしいのですね。虫苦手ではないですよ、蛇とか以外は割と何でもいけるわけではないけど、嫌ですけど、キャーキャーならないタイプです。いやーみたいなタイプじゃない、冷静を装えるタイプです。トカゲとかはまあ嫌だなーみたいなぐらい。免許持ってるんで持ってないですよ。うちも玄関、鳥が卵産んでて木に巻きついて登ってた蛇が。田舎あるあるなんだね。いやね、いやだね、恐ろしいよ。鳩は食べられなかったの、なんか蛇が登ってきてたから、ママと一緒になんか棒みたいなんで木パタ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 バンバン叩いて、2階から窓から、でそれにびっくりして鳩が飛んでったの。鳩いてね、ちょうど。 でも卵はさ、もうしょうがないじゃん、その鳩だけで守った。鳩じゃないけど、なんだろう、あの子、鳥ちゃん。アナちゃんとアンピーズの皆さんで行く無人島2泊3日のツアーいつですか。1泊2日がいいな、せめて1泊2日。北ちゃん、すごい、知ってる人が増えてきた。ちょうど私それ見てた、ケイオ、ほら、ありがとう。その鳥ってどんぐらい生きるんだろう。
日帰りで頼む。日帰りか、まあまあ近かった日帰りありだよね。でも日帰りとかなると朝晴れそうだからやだな。冷中でなんでやな。食事現地調達。私が母が働いてる病院待合室でヘビやトカゲ飼ってる。病院でヘビとか飼ってる怖いね。恐怖だ。合宿も日帰りしたい言ってたかな。まあまあ日帰りいいよね。日帰りツアー良くない？そうなんかさ、めっちゃいいホテルですとかさ、いい旅館ですとかだったら泊まるけど、そうじゃない限り帰りたい。私お家大好きマンなんで、こうお家大好きマンいるじゃないですか、私です。小豆島ツアーやりたい。無人島一つだけ持っていけるとしたら何持っていく？なんで一つだけしか持っていけないんですか？無人島に行くのに。ありえないです。ありえない。何持っていこう。無人島1個だけでしょ。1個だけって結構ね、何でもいいやって思っちゃう。もはやクワッス持っていこうかな。相棒だから。小さい子は10年、ちょっと中型は30年、大型は持って生きる。じゃあその鳩まだ生きているかも。パリピ孔明見たことあるよ私、途中だけど。鳩6年。あ、そうなんだ。でも鳩がさ、あんまり倒れてるところとか見たことないよね。やっぱ森に帰るのかな。猫とかもそうじゃん、人目につかないところとかで言うじゃん。テイジョングさん、鳩ありがとう。くしゃみ出そう。先生が爬虫類オタクらしいです。すごい。日帰りでいい。ランチ食べて帰りたい。わーいい。夕方ぐらいには帰りたいよね。夜とかじゃなくて、真夜じゃなくて深夜。流れで泊まりたかったら泊まる気まぐれツアー、あ、あり。でも私泊まりたくなるかも、めっちゃ楽しかったら。アニメとゲームするやつなら行きます。あー、いい、ガチいい、それいい、絶対いい、最高すぎる。私今ね、ポケモン の, あの一番最後のジムあるじゃんの目の前です。行こうかなって思いつつ、なんかここで行ったらもったいないなと思って今やめてる。止まった。教えない、持っていくの、いつも持っとけ。ミキヤくん、バラありがとう。脱出用ボート、わーいいね、私もそうしよう、これからそういう僕。無人島日帰りで何する？なんか探索する、無人島を。知らんけど。ロキソニン大事かも。確かにこの前のセプトコンビは2人ともおうち大好きコンビだったので、あゆこじ、あゆこじはおうち大好きコンビなの。そうなんだ。でも私ホテル生活を2週間3週間ぐらいしたら、なんか別にお家の広さってこのぐらいでいいんだって思った。なんか物とかもこれだけでいいんだよなって思った。生きていけるからさ、ミニマリストっていうことにさ、ミニマリストって全然いいなって思ったし、別にぬいぐるみもなくても生きていけたしと思って、私はそっからちょっとね、物を減らそうって思ったんですよ、ホテル生活で。でも全然減らしてないです。ドラえもんいいね。現実。動物連れていくと最後足くるようにされる。にゃん。アナちゃんが楽しくなかったら帰ってしまうツアーとか、ファンがプレッシャーよ。今日はもう帰ろっかなみたいな。おおってなるね。クリア、ジムクリア、あと支店
王戦あるからまだ続く。そうなの、まだ四天王続くの。じゃあまだ大丈夫だ。あやこじちゃん、家帰ってこたつでゴロゴロしたいってだだこねて可愛かった。確かにホテル生活の悪いところはさ、座れるところがなかったの、ベッドしかなくてさ、だからベッドでゴロンしかできなかった。そこがつらかった、辛いというか、あとさ電気ストーブとかないけんさ、速攻であったまらんのがあれだったか。あと窓が開かんかったん嫌だった、結構嫌だった。窓開けれるようにならんかったら結構無理だった。あー、それかも。私お家大好きだけど、お出かけはたくさんしたいなら我もそうです。いつお出かけしたいなって、今日とかも私お出かけしようと思わなかった。でも頑張って歩こうと思って歩くだけ歩いた。そう、最近はもうやる気が起きなくてね、もうお家になるべく入れたらいいなって思って、映画はでも見に行こうと思ってるし、美容院も行きたいんですよ。そろそろ髪の毛を切りたくて。無人島のタワマン作る。ネモも続き、なんならカシオペアとペーパーとの戦いやつもある。めっちゃあるじゃん。まだ強くなんなきゃじゃん。家は自分の暮らしやすい構造してるから、結局家が最高なのよ。今日は帰ろっかなって言われた膝から崩れ落ちるやつ。察するね。やる気元気アンピー。早く寝ることを頑張ろう。ピクミンのアプリダウンロードして歩いてる。何できるのそれ、かわいいね。家はアンピちゃんのグッズあるから最高。うわお、いい答え。クリア後も事務戦再戦あるし、学内ポケモン大会もあるよ。そんなある、やば。なんかさ、終わったらさ、もう自由に散歩しましょうみたいな感じかと思った。で、頑張らないと。じゃあまだ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 頑張らないと。あと私まだ夜になんか学校前に集まるやつも行って行かなきゃいけない。エリアゼロもある。クリア後が本編。すげー、ゲームの世界すげーね。すごい。じゃ頑張らないと。世界観いいよ。何するんだろう、戦うんか。松さん、くまちゃんありがとう。あれがくまちゃん、松さん、あれがくま、くま、くま。いやー、ゲームの世界に引き込まれるよ。やめてよ、みんな、やめてよ。どんどんノート家が大好きになってしまう、家の暮らしになってしまう。マジやら、お出かけしたいと思ってます。でもマジで家を出たくない気持ちが最近は勝ってしまう。お仕事は別だけど、もうマジプライベートで家に閉じこもってしまうね。でもちょっと前に実家帰った時に4日間あって、この2日はこことここは移動したからあれなんですけど、この2日間は友達と遊んだりとか家族でそう行ったりしたから、やっぱ外、家出るって楽しいなってなった。早く起きてさ、時間をこうやって使えるのっていいなって思った。占い今行きたいと思ってないかも。なんか私が最近行った占い当たってない気がしてきた。5月仕事なさすぎて。なんか5月は結構お休みが多いので、なんか5月のお仕事でみたいな言われたけど、別に5月のお仕事で5月そのなんか変わったお仕事ないから。ゼルダどんなやつなん。引きこもりモンスター。ぼっちちゃんにもうどんどん、でもまだまだ押し入れに入ってない。今月一人まるまる何する。マジそれな、うどんやってないんだよね。本当にうどんやってないんだよね。でもやるよ、やる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 、できるよ。今から一人まるまるはまずうどんを達成しようと思ってる。一人うどん、丸亀製麺とか花丸とかがやりやすいって言われた。でもさ、花丸と本通りのところよね。本通りさ嫌なんだけど、本通りのところ、いや人知れないところに行きたいなって思ってる。うどん、
パソコンゲームもさちょっとやりたいなって思うよね。なんかヘッドホンはねパソコン使えるの、だから充電しながらになるからできるのかな、これだからパソコンゲームやりたいなって思う。これでさちょっとやりたいんだよね。これでパソコンゲームってかっこよくない？たまにマッサージに行くとき家に来てくれないかなって思うよいいね。そうサミットでね、そうそうサミット、そう G7 のね影響あると思うんですけど、サミット結局歩きは歩けるってことよね。その交通手段とかは結構あれだけどってことだよね。焼肉ライクね、やるやる詐欺、いや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 推しへの愛を伝えるのは何がベスト？どういうこと？何がベスト？何でってこと？どこで伝えるのかってこと。ゼルダはアクション苦手な人はやや難しいかもだけど、見えるところほぼ全ていける、すごいゲームよ。どういうこと？むず。坂道 FC さん、姫ありがとう。初めての時に上手だったね。その手のヘッドセット仕事で使ってる。何の仕事なんだ。なんとかうどん。ああ聞いたことあるそれ。うん。一人で行ける？大人、大人ってさあれさ、あんさ、コウコさんのメールでさ結構来てたやつ。えバンブン打つゲームちょっとやってみたいよね。ゲーミングチェア用意しましょうマジやりたい。ゲーミング PC じゃないと重たいゲームは大変かも。あそうなんだ。チャリで市内かっ飛ばしてください。チャリ持っとらんのよ。車持ってないけん別に私何もね、あのあれだけん大丈夫ってことよね。でもお店とか閉まるんですか、よくわかんないよ。太鼓って思うの、ミホリおすすめ店。うん、今日プレゼント送ったから事務所届いておいてね。なになになに、楽しみ。私さ全然プレゼントをさその持って帰る分しか持って帰れてなくてさ、今日取りに行くか迷ったんよ。ではちょっと明日お仕事があるので持って帰ると思う。では間に合わないねきっと。ゲームはまっしぐらだやばいやばい。 AK レーシングのゲーミングチェガーがいい。ランプ、ランプに、ランプ、ランプ、ランプにお願いできることしたい。私のランプにお願い事したいのが今見つかった。買ってあげたい、ありがとう。お店も影響あるから、そうか。コンビニとかもってこと？コンビニも影響あるってことですか？スーパーとか。え、ワンチャンそういうこと？そういうことですかね。だって車がね来れないって。あ、しおりさんランプありがとう。ゲーミングチェアがお家に届きますように国境がなくなると世界はどうなりますか。もうどうなっちゃうんだろう。怪しい動きしたら捕まりそう。ほん、あの平和記念公園で踊ってこようかな。トゥルトゥルルトゥトゥ、こうやって踊ってくるわ。ちょっと警察に止められるよね多分止められるわ。品薄ぐらいになる、そんぐらいかな。遅れる値段のじゃなかった AK レーシング、そうなんだ。ゲーミングチェアショールームのイベント、確かにショールーム様々すぎる。キーボードでマウス窓でなんとかお金持っていかれるからね。あ、そうなんだ。え、なんかさ私さ TikTok でさ切り抜きとか見るの好きなんですけど、 YouTuber さんとかなんかなんだろう、なんかちょっとね、そうやって呼ばれてるだけであって別にな、んとかゲーみたいな、あのね、まあ、まあ人によってなんか好きなものとか嫌いなものとか、あのこれ楽しいなとかちょっと違うと思うんですけど、笑ってはいけないみたいな、いやちょっとねあまり
なんて言うんだろう、その方たちにとってはあまり良くなかったのかなっていうゲームをなんかやるみたいな企画をの切り抜きを見てめっちゃ面白くて、多分パソコンでなんか多分キーボードとかでなんか操作するんですよ多分。でここをしたら立ってとか座ってとか手伸ばせますとかっていうのがあって、だからそれ面白かった。だからちょっと私パソコンのゲームにちょっと面白そうってその時に思ってやりたいって思った。買い止めしといた方がいいの？広島にいるのが間違いなのか、偽物出てくるの？キュッキュッ、インディーボーイさんランプありがとう。キュッ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 、アーニャ、アーニャじゃない、アーナ、アーナ、アーナ、現場になりたい。引っかかる説あって、そんなことある、高いんだ。おもちゃのピストル撃つまでとかしたらダメよ、ダメ、絶対ダメよ、絶対よ。やれってこと？おもちゃのピストル持ってパン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 、宇治ならへんでパン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 、ホテル付近でアーシャーいつも撮るらへんのところでパンパンパン。やばいやばい、多分ニュース載るかも。ツイッターに拡散されるかも、その姿載せられて。10万？びっくりなんだが、びっくり。今日電車で横の人が STU はいい曲ばかりだよねって話をしてたよ。そんな STU の話をしてくれてんの、ありがとう。どこかの誰か、ブラインドタッチ練習ゲーム、何それ何それ、それはそれで受けてる。そう、めっちゃ面白かったんですよ。私もお風呂でゲラゲラ笑っちゃって。私は何歳から、私ゲームやりだしたのほんと小4ぐらいですよ。ずっとそれまでやってなくて、初めて誕生日に 3DS をゲットした。おつさん姫ありがとう、姫ありがとう。そう、評なんかそれでね、評判があったらね、それはそれでしたくなるよね。ちゃんちゃかちゃん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 ちゃかちゃん、三期生ちゃんとマリカいつするって予定決めないとね、ね、練習しないと。報道チーム来る。2位から、いやー、まあスノーさんたちもアーシャと同じ学校で写真撮らないかな。笑っちゃうそれは。ドラクエやったことないですね。さあ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 、10万。マリカーしてるの大好きです、なんかマリカーしてるの大好きです。お話し会で昨日おとついのお話し会で何人かに言われました。褒めてるって言ったら、うん、すごくね好きだよ。そういうところもあって、どういうことやねんと思って。スイッチを Wi-Fi につなげてフレンドになろう。そうだね、私みちさんはお友達なんです。みちさんしかいないけど、そう、ゲームをきっかけさっきせいちゃんと仲深められたらいい。あとひめなちゃんとも、やっぱひめなちゃんと同い年だしっていうのもあるし、一回会ったこととあるというか面識はあったので、そう、仲良くなりたい。ギャル、あ、好きですか、ありがとうございます。なんとかなよ、なんだ、なんとかなよ、なんだろう。ありがとう、通ってくれて。12投票してすまんっていうの、マジ嘘だ嘘だ、1位投票してる人だと思ってたよ。これは2期のオーディションの時に喋れました。そう、
フレンドにならなきゃふざけんなよいやでもね、マリカーやりたいって言いました。マネージャーさんにマリカーやりたい結構みんな言ってる。この前誰かとウケる、誰やねんウケる。そうですね、ありがたいことにチーカーマだと呼ばれるのですか。チーカーマのように、うわあ、だけじゃないですねさっきの方と仲良くなった。まあ、もだもだですね。もだ。いや、めっちゃマリカ弱いですよねって今忖度マリカになっちゃう。でも今のところ仲良くならないと。 FPS って何？楽勝してる、ありがとう。誰やろね。僕です。そうなの？いや、生き生きできますね。柴田さん、さくらさん、式ありがとう。シティーホテッド2期生の川本アナです。ありがとうございます、来てください。シティーメンバーがゲーム実況する動画みたいですね。でもいちさんとかそらはさんやってるよね。バンバン系、バン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 系やったことないんだよね。マジやんないんだよね。まだ触れたことがないです。なんかさ、一時期さ、中学校の時にめっちゃあれ流行ったんよ。バンバン、あのさ、ツッツク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 みたいなゲーム流行ったじゃん。あれマジさ、その最初のさ、おなんか始まるやつあるじゃん、チュートリアルみたいな。タラタラさん、ランプありがとうありがとう。あ、荒野行動、それマジでさ、できない、ずっとできなくて、やめ、何回も2回ぐらい入れてやめたそう、荒野行動できなかった、私には。お話ししたの嬉しい、ありがとう急にゾンビ出てくる。出演メンバー YouTube やってるけど、あの出てるメンバー限られてる。なんか私見たよ、チキチキバンバン踊ってるの。生じゃないけどさ、あの徳島の時にコラボしてた、した。マリオカード大会やりたい。あちゃさん、ひめありがとう、ハロー。 FPS スマホでやるの結構無理あるゲーム。あ、そうなの。ミニボイさん、レインボーさん、ありがとう、パワー。昨日かすみんちゃんと何か話したのかな。話したけど何話したか思い出せない。なんか薄い内容だったかもちょっと薄くなったかも。そう、誘ってもらえたの、マリカ。そうなの、そうなの、嬉しい。私めっちゃあれ苦手なんだっけ、スプラトゥーン超苦手。なんかさ、何が苦手っていうと、これね、なんかこことここをちゃんと扱わなきゃいけないので、こっちは自分が動く方向で、こっちは向き、こう自分が向いてる向きでやるのね。でここでなんか押して、ここでバンバン打つかなんか押してみたいな。でここでここ押す、これ押せるの知らなくてさ、ここボタンなの。ずっとさ R ボタン押してみたいな書かれててさ、 R ボタンってこれって思いながら、でこれでもできないからさ、ずっと困ってたんだけど、これなんだね、初めて知った、ここ。だから私ポケモンのね、ポケモンでミライドンに乗るんですよ。ミライドン乗ったら速く走れる方法みたいなあるんですけど、ずっとね、なんかここなんか L ボタンかなんか押すみたいな言われたのよ。でも L ボタン押しても速くならなきゃ、なんやねんと思いよったけど、ここをねグッと押すんだと思って知らなかった。左でして超マジ難しいんだけど、マジ難しい、一緒にできない私。そう、押し込むやつ、これを勉強した
やり方わかんなくてずっと調べて、でもみんな R ボタン押す、 R ボタン押すって書かれてて、 R ボタンってここじゃんと思って、なんだよと思ったらここだった。ここも押せるよみんな、知らんかった。割り勘ためにプロコントローラーとか買ったらええんちゃう？そうなんだ、ガチすぎる。食わすから、確かに気づいたらゲーミングチェア、え、いいね。メンバー対抗マリコー大会、マリカー大会で優勝したらゲーミングチェアは良すぎる。ガチでいいね。いいねいいね。チーカナとチーをかけたマリカー対決。チー失うの？そう、知らなかったの。難しい、すごいね。だからスプラトゥーンは多分めっちゃ頑張らないと多分ね難しいよね。簡単だと思ってた、割とちょっとやったらできるもんだと思ったけど、そうでもないらしい。びっくりマンボウ、え、これさ電源毎回全部切った方がいいのかな、わかんないんだよね。スイッチのスティックコントローラー壊れやすい、大事にしなきゃ。大丈夫、そんなか。スリープでいいよ。あ、いいんだ。なんかな、スマホみたいなんよ。スマホみたいにこう画面なんかちょっとボタンプッと押して電源切れるんでしょ。でも電源切った方がいいのか、スマホみたいにただプッてやるだけでいいのかわかんない。あ、ありがとうを覚えたよ。ありがとう、いっぱい来てくれて。スイッチのゲームしてるソフトの割合何パーセントぐらい？今はポケモン、ポケモンも多いで、配信でマリカをするぐらいで、でもスプラトゥーンも5割ぐらいやる。バッテリー長めさせたければ細めに。あ、そうなんだ。じゃ電源切ろう。今は電池は 43% です。今 Wi-Fi 通じてるよ。交換したかったわね。私交換できるポケモンいないわ。安否のおかげダッシュ覚えた。マジ？よかった。私のやつもジョイスティックとかできるの？ちょくちょくやるときはスリープ。あ、そうなんだ。時間潰すにはいいよ。トゥルルルルトゥン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 。これどうやって見るんだっけ、これか。あ、違うな。あ、これか、上か。フレンド、あれ、ほら、みちさん。お友達みちさんしかいない。お気に入りにしとこう。これお友達を増やしたいね。電源を振った。ポチ。明日激しいゲームをするのは危険なのね。まあ、ポケモンばっかだからいっか。来季もね、いいよね。ドゥルルルルルルルドゥン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 。何の話だっけ。スプラトゥーン勉強したいね。
ちょっとね、ちょっとずつ頑張りたいと思います。生変えすぎる、やった、イエイイエイイエイ、フォローありがとう。あ、そうだ、私言おうとしたことあったんだ。私さ、スマホケースさ、ポケモンでね、スマホケースも変えるの。スマホ、ポケモンでも、ポケモンの世界でもスマホが出てくるのね、今の世界って。で、なんかスマホケースも買えるので、私買って食わせたんですよ。あれ実物の世界でもあってほしい、絶対売れるのに。ダメなんですかね。おつさん、ランプありがとう。キュッ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 、パンパンパン、ありがとう。 YouTube でね、なんだろう、ポッチャマとかはあるけど御三家ないよね今。欲しい、かわいい、欲しい欲しい。ポッチャマとかすごいよね、ずっといるのすごいよね。ずっといるポケモンってずっといるよね。意味わからんこと言ってる。いい、今日も順調。ピカチュウは子さん、子さんというかもうね、まだずっと主人公じゃない。だってさ、なんか今発売されるってなってもピカチュウ主人公じゃないのにさ、ピカチュウじゃない真ん中って。今御三家これなの。でも主人公ニャオハっていうのになんかさ、ニャオハ、ニャオハなんだって感じよね。なんかピカチュウ感強すぎてね。ポッチャマのヘアピン、うーん、あるよね、かわいい。クワスのスマホケース検索したら出てきた。え、あるの？そうなの？公式？ボケか？わお。わおわお。わおわお。うん、うん、明日楽しみ。了解です。いつも出演時間長くなる、お、楽しみだね。日の嵐、うん、好き。爆風どうなんだ。あるんだけど、あ、そうなんだ。誰が好きなのかい。ポケカ買うのに、いや今そのぐらいだけヒットしてるんですよ。何言おうとしたっけ。あ、クワス、クワス、スマホケース、クワス、スマホケースってなっちゃった。いけるかな、クワス、クワスでいけるかな。いけないな絶対。クワッス、クワッスじゃない、もうやり直し、クワッス、
もうダメだ、自分で言うと。くんはスマホケース。よし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 。どうどう、田植え、お、お疲れ。これか、これ多分言ってること。これ公式あきえたべこれ公式なのかな。クワスだ。え、これ何、ここの上の上何とか言ってたこれ上の部分、これ何なん。あー、カメラレンズ保護だって。へえ、今時そんなんがあるんだ。よしさ、あれが欲しいんよ。なんかさ、そのポケモンに出てくる、そのゲーム中に出てくるスマホケース、クワスのね、ゲーム中に出てくるやつがあるの。多分現実の世界ではゴム製になると思うんだけど、あれいい。ポケモンセンターオリジナル。え、じゃあ私の見てるやつと違うな。あ、そうそう、これのクワス版。そうそうとか言って、どれの話してんだって。あ、そう、スマホロトムのケースが私クワスなんだけど、それが欲しい。なるほどね、同じやつを見てね。なるほどね。ロトムはね、今あったけど、私クワスのカバーにしてるんで、それが欲しい。クワスのカバーを作ってほしい。絶対売れるよ。だってゲームの世界と同じスマホケースに変えられるんよ。ほら、これこれこれ、これが欲しいでもね、これ多分ね、バッグとかに入らないね、ズボンとかに入れられないやつだ。考えたって商品開発。でも欲しい。でも可愛いから欲しい。なんじゃむちゃんが使ってる。確かに。また転売ヤーがすごく高くするかも。ハンゲーハンゲー。マチピさん、お式ありがとう。 STU フォーテッド2期生の川端アンナです。 STU の公式、あ、 STU、 あのね、新制服の生写真が発売されました。ぜひゲットしてください。かすみちゃんとこで安否の話題だったから、何言ってたの、恥ずかしいな。買った、ありがとう。愛の力で当ててください。こんばんは。こんばん。まんこそば。さらっと CM。今生写真の告知入った。だらららら。だらららら。だらららん。だらららら。ドラララン、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 ドラララン。さくらさん、はじめまして、ありがとう。シティフォーテッド2期生の川端アンナです。見つけた。そう、食わすって言うよ。クワ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 ス。さあ、透明なケースどこ行ったっけ。入れるやつあったわ。
ドゥルル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 ル。今日はマジックコーナーやってないよ。まだ食わすの話題で盛り上がってはないかな。ポケモンしてます。でもなんか食わすじゃない子だったりとかって感じです。ということで、今からファンの方にいただいたスカーレットとバイオレット、スカーレットとバイオレットの開封をしたい。開封でもね、ちょっと検閲上されてて、でもカードの中見てないのでちょっと見ていこうと思います。あとバイオレットとスカーレットちょっと混ざっちゃったかも、私がねちょっとねまとめちゃったから、その時は混ざっちゃったかもしれないから、袋は開封されてるから本当に開封なのかって言われるとちょっと危ういんですけど、まあ私は知らないのでカードちょっと見てください。あとスカーレットとバイオレットとね混ざり合ってるので多分もそう、最近これプレゼントでいただいたの。この方は大量のクワッスをプレゼントしてくださったの。しかもね公式のなんかね入れるやつに入れてくださったと。もスタッフさんにレア抜かれてる可能性あるよ、ワンチャンあるよ、ちゃんと数数えないと。これをくださった方のお手紙、なんかねファン友達が集めててそれでもらったみたいな書いてた気がする。でケースかわいいよね。サーチ済み送る開封するスタッフとしないスタッフがいるとこ、そうそうなんですよ。そう行方不明になったやつもあるからね、そうなんですよね。このリア抜かれるのね、なんじゃもとか抜かれとるか大問題それな。でも私の太鼓の達人なくなってるからもう大問題。美味しくいただいてる。これはですね一人3パックしか買えないからって言って毎日4日間かけてクレイベースト、あクレイベーストとスノーバーザードをゲットしてくださったんだ。クレイバーストとスノーバーハザードをゲットしてくださったらしい。6パックずつだから5枚入ってるから30枚。ありがとうございます。サイリウムのこと書いてくださってる、ごめんね。サイリウム結局買えなさそうだな私。西見の舞あこれだ。え、かわいいよね。顔お揃いだね。ポケモンカード開封の儀に使ってください。ポケモンカード開封の儀に使ってください。この方かな、大量にくださった。うら、クワッスを大量にくださった方な。これかな。違うな。お手紙置いてきちゃったかな、まあ、全然どんところに入ってきちゃったか。なんか書いてたの、お友達がなんとかなんとか。この方のポケモンカードってどれだろう。開封の儀に使ってください。開封の儀に使ってください。ん？
ちょっと誰か分かんないけど、これが大量のクワス。もう大量のクワス。これでデッキ作れる。だけ炎をめっちゃ持ってる人が来たら私勝ち確ではないけど、クワスたくさんいるから。手袋つけてるよ。あとね、初めてアートレアのクワスを手に入れた。かわいい。無限回収してくださったファンの方が、しかもね、かわいいやつに見て。で、これ。あとでちゃんと手紙もう一回チェックしますね。ではちょっと開けたいと思います。ちょっとわかんないけどシャッフルしとこ。もう混ざりに混ざったから。まず1枚目からいきたいと思います。デッキそんなに入れてよかったっけ。知らない。あれどこ入れた。あれ入れるケースは、入れるケースどこ行った。あった。後ろ。ではじゃん。お、アルクサ。あ、間違えた。あの草。あの草、この子どこら辺、結構どこら辺にもいる。いるね。いる。成仏できない魂が重ねに惹かれているような枯れ草を巻き込んでパケモンになった。あの草。砂漠で転がってるよね。え、やばい、もうこんだけしかない。買いに行かなきゃ。アレクサみたい。確かに。今日の開封はこの枚数しかできない。悲しい。よくいるポケモン。悲しい。次。ででん。甘かじ種ポケモン。果物を煮詰めたような甘い汗をかくため、甘味の少ない、昔はとても重宝された甘かじ。かじ。甘かじ。おいし、この子ゲットしてない。ゲットまだポケモンです。お初ポケモンです。甘かじちゃん。出会い以外全部スリープ入れたら切れなくない。いや、もしいつかポケモンカードで遊ぶときに入れてるのと入れてないのあったらおかしいじゃん。しかも私売らないからね。アルバムね、プレゼントしてくださったの、持って帰れなかったの。そう、あるよ、全部処理。では次、木にくっついてるから、体当たりして落とすんよ。そうなの。え、でも私、そう、それなんよ。なんか、走っていって木にぶつかったらポケモンが落ちてきますみたいなのを書かれとって、でも、走れないから、そのボタンの押し方を知らなかったから、やっと最近知ったから、それをできるようになったらそれができるので。そう、カードケースプレゼントしてくださった。あ、トカケイさん、ランプありがとう。ありがとうございます。ではパン。そう、ダッシュできなかったから。そう、セビエさん。間違えた。さんとかつけちゃった。なんか今さ、ショールームのコメントでなんとかさん、トカケイさんって言ったからさ、セビエさんって言っちゃった。セビエ、セビレで熱を吸収し氷エネルギーに変換する。高温ほどエネルギーが貯まる。見た目水ポケモンじゃなそう。氷なのか、一応水なのか、なんやな。高圭さん、いっぱいありがとう。姫と宝箱ありがとう。あと魔法の絨毯ありがとうよ。ありがとう。あ、2個もありがとうね。シービアの進化系好き。進化すると強いの。嬉しい。氷ドラゴン。おお、氷とドラゴンタイプだって。セビエさん強くなるのか、いいね。体当たり30しかないけどね。あとね、3、今日は4枚開封できる、ね、ではでん。あ、ラブカス。ラブカスさん、アンナちゃんのなんとかは
最強なので他のターンを期待しています。え？どういうこと？タワーありがとうございます。これ何タワー？あのアラジンタワー、ありがとうございます。なんて言うんだろうこれ、ありがとうございます、ありがとうございます。タワーありがとう。高圭さんタワーありがとうございます。タワーのお礼書くので待っててください、いなくならないでください、まありがとうございます。ランプからターンってきた、あ、そういうこと。アラブの宮殿、アラブの宮殿建設ありがとうございます。まさか私アラブに旅行したことなかったので、こうまさか旅行できる気持ちになれると思ってなくて嬉しいです、ありがとうございます。ラブカスさん、ハートの形が大人気、好きな人にラブカスを送る風習が残る土地がある。君にラブカスプレゼント、トゥルルトゥトゥルル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 ルラブカスって食べれるのかな、どうなんだろう。美味しそうだけどね、甘酸っぱい味がしそう。すごい、聞きたい。ではデンフォロありがとう。マフティフ、オラチフ、私オラチフ持ってる気がする、持ってないっけ。マフティフ、マフ、マ、マフ、マフィ、マフティフ、マフィ、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 マフィティフ、ペーパーの相棒。あー確かに、こんなさ 目つき悪くなかった、あの子。オラフチーフ持っとる、お、すごい、私のことを知ってくださってる。マフィフィフィマフィテフ、マフィテフ、マフィテフ、やったー、種ポケモン持ってるから使えるね、エネルギーさえあれば。大きな動物のエネルギーを蓄えることができる、一気に放出して敵を吹き飛ばす、だって。あ、そうなんだ。ゲームのさにね出てくるんよこの子、でもこんなんじゃなかった、弱ってたからうーんって感じだったのに、戦うとこうなるんか、難しい発音だよね。マフィテフ、では次でん、わー、イカネズミだ、嬉しい、イカネズミ嬉しい、ワカネズミの進化系だ、かわいい。俺は気にしないでいい、いなくなるならポケモンカードみんなで楽しんでバイバイ。あ、お時間があるのかな、ありがとう。またあの俺書くね、次来た時に、ありがとう、ありがとう、高圭さん Thank you、 ありがとうございます、大好きピー、ありがとうございます。イカネズミ、でも私ワッカネズミ持ってないから、最近でもゲーム内ではワッカネズミゲットしたんですよ、嬉しいことに。やったね、イカネズミはまだだけど、使いたい。寝床や餌を食べる場所など用途に合わせていくつも部屋が分かれた大きな巣を作る。3匹4匹のパターンがあるの、それが高いの、高くはない別に。イカネズミ嬉しい、好き、かわいいよね、やったー、かわいい、かわいい、かわちい。最後の1枚、これがもうないから最後の1枚開封です。ではでん、お、 B クイーン、今日ね戦った、この子と街中にいて買いました。胴体、子供たちの巣穴、いろんなフェロモンを出して子供たちを自由に操める。ミツハニー持ってないからまだ使わないですけど、ミツハニーの進化系の B クイーンです。うちゅくち
フォルムがと違いでも説明が面白いか見てみて。え、見てみるね。4匹のパターンってことで、そう、街中にいた。街中というか普通に歩いてたら、め、草っぱらにいた。美しい。スペシャルアート欲しいんだけど、マジで。ありがとうございます。今日の開封はカードがないので、ここまで 1,2,3,4,5,6,7 枚。まだまだね、ちょっとレア感ないんですけど、ね、素晴らしいですね。ミモザ、ビリッピさん、初見ありがとう。 ST48 2期生のカモタンナです。ありがとうございます。ちょっとさ、これ青だしさ、ちょっとさ、メス感あるよね。メス、じゃあこれに入れよう。あ、だからこれ開封してないやつも入れるんだから、そらそっか、入れる。あ、ちょっと見えちゃった。かわいくてごめん。視聴者プレゼントしません。なんでやねん。これ見せたっけ、もらったの。かわいいよね。ドクターアンピちょっとだけ怖い。大丈夫、勉強したからドゥルル。このシール貼りたいんだよね。貼りたいと思ってね、けどどこに貼ればいいっていうか分かんなくてね、まだ貼れてないの。ここに入れてる。これ貼りたいの、どこかに。でもね、貼る場所がなくて、貼りたいのにどこに貼ったらいいかなと思って迷ってる。最近私物にシールを貼るのにハマってて、っていうのもなんか充電器とかにシール貼るんですよね。こんな感じにチーカーのシールを貼ってるわけですよ。そしたら自分のだってわかるし、アピールできるし、日焼け止めの上にも塗ってるんじゃない、貼ってるんですよ、アピール。あ、これ貼ってなかった。あ、あっちで貼ってるの。ハリハリしたいんだけど貼るとこなくて困ってるの。充電器あるけど充電器には貼りたくないの、なんかよくわからんけど、そういう気持ち。ぴったりなんだけどね。え、シールいっぱいあるの、同じシールだから貼りたいの。シールって貯めちゃうけどさ、使わないともったいないじゃん。ルビーもあるよ。ルビーもあるし、アイちゃんだけのもある。アクアもいるよ、かわいい。でもここに貼ったらちょっとすごいね、オタク感出るよねだから貼れない。オタク感出して。鬼滅のアニメ見てるよ。推しの子好きだよ。自分も好き、一緒だね。思ったより逆じゃないよ、そういうやつなの。オタク、スマホケースの中に私入れてる。ありがとう。私はね、クワッスね、ポケモンパンのクワッスとカードのクワッス入れてるよ。出してた私も。けど一生使うかもしれないと思ったら悩ましいよね。ちっちゃかったらいいんだけど、大きいから。だからまだ保存して入れたまま。無一郎くんね、無一郎くんのシール持っとらんのよ。
ムイ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 のアクスタちょっと片付けちゃったから出そっかな。ムイムイのフィギュア、この子ともう一体持ってて、フィ大きいね、なんかアクスタみたいなのもあるよ。スイッチに貼れば嫌な、それスイッチに貼りたくない。こんばんは、みちろくん。なでなで。今頑張っています。表か裏かどっちだ。裏でした。いいや、大好きよ。もちろんだよ。お、裏すごい当たったね。北海道、確かに。見て、お母さんからもらったやつ、せこいって書かれた。プロフの画像も推しの子、おー本当だ、いいね。鬼滅も昨日私見たよ。私も見た。オタクバレるからできないジレンマ。え、でもね、ちょっとね、わかんないやつみたいなあるよね。ちょっと隠れて、なんかファンの方同士が見たらわかるけど、一般の人から見たら、あのアイドルって分かんないみたいな、あるよね、あるよ。ちなみに私今ホームがトップがホームがなんやろ、まあ豊田麻さんです。いいでしょう、サインいいでしょう。 STU48 に入ったらもらえます。アイドルになったらできます。これガピーさん、レモンスター掛け順ありがとう、パワー、ありがとうございます。ありがとう。そう、朝さん知ってる、めっちゃ可愛いやつ。ちなみに LINE のトップ画も朝さんです。生アンピみたいな、嬉しい、そう言ってもらえて。ガピーさん、姫ありがとう。いいもん、アンペのサインあるし、ありがとう、ゲットしてくれて。ぜひアイドル目指してください。妻ですって食ったことあります。おもろい、そうなんだ。最近会社の人にツイッターのアカウント探されてるから何もできないのよ。あ、ツイートできないね。カンピーさん、ランプありがとう。え、でも言ってないんだ、なんで言ってないの。来世アイドルになる、お、いいね。カンピーさん、ランプありがとう。いいじゃん、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 いいじゃん。じゃんじゃん、じゃか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 じゃん、じゃんじゃん、じゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃん、じゃかじゃん、じゃかじゃん、じゃかじゃんじゃんじゃん、じゃかじゃん、じゃか。今の時代、年齢も性別も関係なくなってきてるから、確かに。STU48待ってます。ちゃんちゃかちゃんちゃかちゃん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 ちゃかちゃかちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんちゃかちゃんちゃんちゃかちゃんちゃかちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんちゃかちゃん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 
チャッチャッチャッチャララチャッチャッ。言うと絶対行きたいイベントの日休めない。あー確かに、何で休むのってなったら、ね、確かに言えないね。確かに大事かも。でもどっちかよ、行ってきなって言ってもらえるパターンか、え、それで休むのって言われるパターンか、どっちかよね。ポスターが背後に映った会社に、どういうこと？行ってきなって言ってもらえる職場が最高だね。ね。あるのかな？どうなのかな？その方もお宅様だったのね。ワンちゃん。おたばれしてるから休む理由にかけるレベル。仲良かったらいいですよね。早く帰ってアニメ見ろって言われる。見られるんだ、おもろい。今は大丈夫な場所。いいね。求む。ライブの日は仕事休みしてくれる仕事。いいね。欲しいね。いいね。なんとなく察されている。じゃあもう言っちゃいなよ。言っちゃいなよ、言っちゃいなよ。皆さんがね、自信を持ってシティ4点とか好きですって言ってもらえるねようにね、シティも頑張りたいと思います。月に1日は休めてほしいんだから、1日は休める。おお、いいじゃん。推しの子楽しかったです。おお、推し面の聞き取りが定期的にある。あ、そうなの？変わってる人とかいるわけそれ。推しぶどうの実写版、そうね、なんかファンの方で見に行ったよって人いた、何人かいた。でなんかタオルグッズ持って、で昨日かな一昨日か見せてくださった方いたよ。先生覚えてる、好きですよ、ありがとう。広島に詳しくない顔してます。ウケる。年に3回ぐらいイベント休暇くれる会社ありますか。いいね、欲しいね。生誕とかはね絶対休みたいもんね。まいなちゃん、そうそうそう、まいなちゃん、まいなちゃん可愛いよね、好きだ。どうしても君が好きだ。トゥントゥントゥン、どこでもドアが欲しくなりました。いやそれな、どこでもドアマジ欲しいですわ、ほんまに。そう、私置いてきちゃった多分、手紙多分そういうことだわ。休みなかったでね、ちょっと遅かったもんね、出るのが。しかも私水曜だったしね。ももちゃんの髪かわいい。大木さんがお団子みたいにしてる、珍しい、かわいい。マイケルさんかわいい、マイケルさんかわいい、かわいい、かわいい。写真送られてきた、グループに。あなちゃんが今一番欲しいものはなんだっけ、ゲームするチェア、なんだっけ、なんとかチェア。見て、ゆうなちゃんからもらった手紙置いとこう、ここに。AK レーシングのゲーミングチェア、
ゲーミングチェア、ミングね、イングがついてるってことで。え、もーちゃん先端も休めなかったの、つらぴえん。ゲーミングチェアが今欲しい。欲しい欲しい。絶対いらないって言われるよ、心の中で。私も思ってる。タワマンはね、そうね殿堂入りというか夢の一つですから。で、私の夢、ちっちゃい頃の夢は馬を飼うことが夢だったんです、ちっちゃい頃。私でも前世がさ、馬飼いだったって、馬を飼う人だったらしくて、そういう仕事で馬を飼ってたらしくて、なんか、あ、ワンちゃん私やっぱ前世から引き継いでるのあるのかもって思った。乗馬したことある、無料体験で行ったことあって、岡山に住んでる時に。で、乗馬習いたいってなったんですよ、その時に。けどバレエとどっちかにしなさいって言われて、どっちもダメよって言われて、じゃあバレエってそうです、前世の記憶引き継ぐってる。ナチュラル、今日メイクしてない豚飼いだったらしい。へえ、なんとも言えんね。こんばんは。ゲーミングチェアで今ショール見てるの、いいな、私も欲しい。でもね、ゆいかちゃんおっとる？乗馬よ、乗馬しとったらしいよ。しかも茶道と華道となんとかなんとかと、なんかちょっとできますみたいな。STU の公式にさ、関ヶ原のやつ歌合戦、マジか、出たい。龍拳のやつ出たい。ジャムズ出るよ、ジャムズさん出ますよね、これツイート見てたもん。同じ日、書いてない、どこにある、いらっしゃらない、手羽先さんいる。ほらジャムズさんいるいるいる。あ、でも日が分かんないのか、どの日になるか分かんない。ジャムさんと一緒だったら、去年出れなかったからさ、ね、去年コロナでね、あの、私はその時はコロナじゃなかったんですけど、コロナで出れなかったので、出たい、リベンジしたい。出たい、アピールしよう、出たいアピールしよう山太郎さんありがとう。おいしい、行きたい、岐阜県に行きたい。姫ありがとう、たださ、うわ、同じ日だったらいいな、ジャムズさんと職権乱用すぎる。岐阜、昨日ありがとう。なんか今やろうとしたな、あ、そう、なんか、新聞、昨日新聞がかぶられてて、研究生ちゃんの。電通愛知の1週間前、まあそっか、いいね。ほら、これ自己新聞で、
お嬢トーク、ほらお嬢トークがあるんよ、やばくない？自分でお嬢トーク書いたんよ、ガチ、多分ガチよ。お嬢トーク、趣味は乗馬、エレクトーンと言いたいところですが、バラエティ番組を見るのが好きです。え、乗馬してないの？乗馬しとるかと思った。これと言いたいところですが、違うってこと？あ、じゃあしてなかった。え、でもでもよ、でもでも茶道、華道、着付け、なんだっけ、日、日本の舞って書いて、なんて読むに、なんだっけこれ、友達やってた、日に、日本の日に、日本の2に、日本の2に、日本舞踊の、なんて言うの、日本舞踊じゃなくて日に舞うだけ、日に舞うと、おことはたしなみ程度にできます。だってスポーツはスキー、スノーボードできますが、休日は家族でゴルフに行きますだよ。日部、日部でいいの？日部、日の彼に行くぐらいだって、家族でゴルフに行くんだって。家族の族ひらがなの気になるけどね。え、乗馬エレクトーンはどっから来てんのかな、やってんのかな。言いたいところですが、好きではないけどやってたってこと？どうなんだろう、エレクトーン入れてんのがよくわかんないけど。休日家族とゴルフはね、ね、これはガチだよね。ガチだよね。そう、おことできるんだよ、やばいよね。着付けもだよ、着付けもたしなみ程度って書いてるのがやばいよね。しかも絵めっちゃうまいし、字めっちゃ綺麗だし、お笑い鑑賞が好きなんだって。お嬢様や、たしなむ程度はね、もうお嬢様だよね、壁島様よ、もうみんな。抹茶プリン、いいな、抹茶最近すごい好きなんだよ、いいな、抹茶プリンできる子いいね、押したくなるね。別荘も持ちなのかも。お笑い好きはアンビが話すきっかけにはなる。確かに、何が好きなんだろう、話してみたいね。ゆいか様、お嬢とかニックネームにお嬢も入ってる、ガチだガチだガチだ。でも結構今回の3期生ちゃんめちゃ鼻だれ効果がすごいですね。鼻だれですでみたいな方が多くてすごい嬉しいですね。全員鼻だれなかな、あ違うか、姫菜ちゃんとかいちごちゃんとか違う。羊おるかも、卑弥呼様、うん、ごきげんようって言われてない。でもその新聞見る前からお嬢様っぽくて、お嬢様見たいって言ったんですよ私。じゃあ、いや、そんな、いや、アナさんの方がって言われて、いや、お嬢様見たいと思って、そこがって思いました。スーパーで聞いて注目したって子見た。え、スーパーでびっくり。え、それ聞いたかも、あの子かな。会話できる気がしない。大丈夫、リコチとソラハさんレーンでお話ししたらしいから。この1年いろんなグループのオーディションある中で来てくれて嬉しいね。確かにそうだよね、ありがとうございます。平日ワンピを私なんでおります、ありがとうございます。謙遜がね、お嬢様よね。
いえいえって言われた。なれなれしく。そうなの。大丈夫よ、優しい子よ。おもろい。こんばんは。ありあり、わお、一人っ子だからね。安否を少々しております。え、故障ひ、あ、広島引っ越したんじゃなくて別荘があったの。でもね、ショールームの壁とかも綺麗よね。なんか壁というか、なんか背景綺麗よね。私みたいね、こんな食わす、こんなとか言っちゃったけど、食わすとかじゃないもんね。あの子すごくない？おしゃれな壁してる。綺麗な壁。あ、安否をありがとうございます。え、そうなんだ。さえさん、荒井さえさん知ってるかも。私18期生さん全員見たんですよ。やった、同じじゃん。マホピョンさん推し。ツイート、お、見たよ、ありがとう、嬉しい、愛が詰まってた、3期でお茶誘ってみたい、全員誘いたいけど、でもまずはちょっと、そう、アタックしたいのは、えアタックしたいのはですね、ひーたん、ひめかちゃん、森末ひめなちゃん、ピンの背景っぽくていいんですよ。なんで触れてんの。親しみやすくて大好き。おにょにょ、おにょ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 、たしなまれてます。前と画角変わった。そうだよ、前はね、カーテンの前じゃなかった、こっ、あっち側でやってたんです。こっち向きでやってたんですよ。こっち向きで、あっちの壁出てきたら、カーテンに移動してきた。ソファー移動させたんですよ。なんか嫌だった。なんかね、いい感じに座れなかったの。でもこっちの方がめっちゃいい感じに座れるし、心地いい、心地いい、心地いい、落ち着く、ありがとう。お話いったんだ。あなちゃんはこんな綺麗に感謝を手紙書きたい、嬉しい、ありがとう、喜びますね。ひめなちゃんにいじられるアンナが見える、マジ。でもひめなちゃんの性格はまだ分かってないんだよね。なんかさ、ほのぼのしててさ、のほんってしてるからけどさ、なんかそう、なんだろう、鋼のなんかメンタルが強いですって言ってたりとか、ドッジボールがね多分上手なんですよっていうのとか、友達の友達友達の友達なんですよね。だからけど、どんな子かっていうのは聞いてないんですけど、そうだから、気になってる。なんだろう、姫ペース。姫なペース。あなちゃん推しって何年目の人が多いんだろう。どういうこと、私推しをってこと、どうなんだろう。私はいつから、私のこといつから知っているわけ、みんな。安否の姫たち同じ雰囲気がある気がします。マジ。だから何かちょっと感じるものがあるのかな。私仲良くなりたいですよ。
でも一番話してると思う、三期生ちゃんだったら、仲だったら話しかけに行ってる。腹っぱでタオル広げてニコニコだった時からですかね。わあ、ちっちゃい時からありがとうございます。押し合い歴じゃなくて気持ちが大事。まあね、確かに。海川さん、姫ありがとう、ありがとうございます。でもいつから知ってるのか、何がきっかけで知ってるのか気になる、気になる、気になる。何がきっかけなんだい、気になるよ。でもショールームは半分多い、半分半分例えば多いですよ。オタク時代結構言われる。ホテルの浴槽の話からです。ウケる。ダンス、え、嬉しい、やった。先輩慣れしてないからどうしても丁寧語で話したりしてますの？どういうこと？ショールーム、オーディションで知って好きになったきっかけショールーム。お、ありがとう。木炭だった頃はかすかに覚えてる、ありがとう。オーディションの王の写真を見て、私、私の話、オーディションの動画、お、ありがとう。いつからなんだろう、気づいたら夏ツアー、しゃあ、オーディション配信初日に初めて開いてから、ういやういや、正月ツアーのダンス、嬉しい。かすみんちゃんがココアさんと2人とも安かったって言ってた、やったね。好きな時名前呼ばれたら好きになってた、ちょろ。ありがとうございます、来てください。木炭でお肉焼いてしまう、本当に申し訳ない。オーディションの頃ありがとう、知った時にずっと好きってアンナちゃんに、アンちゃん言ってた。どういうこと、私がね、コロナ禍だったからね、結構ショールーム多い。コロナ禍で結構一回、コロナ禍でもファンの人は増えましたね、ショールームきっかけが。3期生の話題になるとめっちゃ丁寧語で話しますよ。え、嘘、気づかんかった。そうなんか、ファンクラブの推しメン700、おお、あともうちょっとで1000日、あともうちょっとじゃないか、全然あと1日じゃない、1年ある。オーディションの時は知らなくて合格して最初の配信から見てます。お、ありがとう、遠回りしました。お披露目、お、ありがとう。ショールームのイベント、おお、ショールームのイベントね、うんうんうん、多いかも、多いか分かんないけど。いますね、そうね。オーディションで唯一なんだろう、あ、見てくださった、あ、動画ね、きっと公園でたくさん目があった気がして、うわ、釣れた。どうしようで思った最初の頃の話、それな、懐かしいよ。アナちゃんのいとこ親戚はまだ配信見に来てますか？見てる気がする、分からんけど。アナちゃん見つけて半年ぐらい経った気がする。お、本当に月経つの早いね。目を引いたのは確か、やった、嬉しい、やったねー。うーん、れーしーいーよー、レスパワー。アスカさんがショールームを始めたよ、みんな。アンピの頃、オーディションの頃から知ってたけど僕大好きになった。あ、くしゃみでそうかも。あー、りねちゃんが充電に苦労しながらおうち公演してた頃のアンピも見てた。あん時に、あん時もね、ありますね。STU 体操の配信で一番気になった。おもろい、 STU 体操なんだ、おもろい、懐かしい。なんだっけ、なんかね、懐かしい。クチュンクチュンクチュン。
今やれって言われたらやる場所がないわ。どんどん物が増えて、あの踊る場所がないです。どっか何か妥協してどっか移さないといけない。ミサンが配信作ってたよ。もちろんだよ。ポケモンのデッキね、一応ね、クワッスのやつあるんよ。デッキは一応持っとるっちゃ持っとる。そう思ってくださって嬉しい。しゃがんでポーズ、しゃがんでポーズみたいな、やってたやってた、懐かしい。レレレアリルレレレザさん、主権ありがたいステーフォーテッド2期生のカウンターナです。ありがとうございます。ちょっとね、また見たいね言わないでください。もういいですよ、もういいよもう今は自粛期間じゃないですからね。私覚えられなくてね、ここに紙貼ってたんだよ、何をするってでも覚えられたけどね、覚えられたけど、でも書いてたもん。普段あれしないから懐かしい。ミサンが当たるやつ懐かしい。今でもミサンが待ってる人いるからね。手まりの持ち主は見つかってない。私が卒業するときには言ってほしいな、実はねって。あのアンナちゃん、僕のこと知らないかもしれないからとかでも何でもいいけど、本当に教えてほしい。知ってる人かもしれないしね。君、もしかして君、手盛り気になる、マジで気になるんだけど、ずっと気になってるんだけど、絶対教えてね、絶対教えてね、絶対の絶対だよ、絶対に教えてよ。一生気になってしまうわ。おばあちゃんになっても絶対気になる私これ。ここまで隠し通すの、いやーそれな。でもミサンガも全員知ってるわけじゃない。そう、さぬきてまりっていう番組でなんかてまりを作るっていうやつがあって、私自分で作ったんですよ、結構時間をかけて。しかもおもこいの MV の撮影時期と被ってたんですよ。でもそれでもあの頑張って作ったんですよ。結構1週間ぐらいで作らなきゃ、1週間だったかな、4日間か3日間かで、なんかそのね MV 撮影時期に、あ、睡眠時間で何円で販売したかな、結構そういいお値段で販売したんですけど、すぐ売れたんですよ。でもどこの誰がゲットしたか分かってないんですよ。1万人ありがとうございます。気になってます。で、最後の最後には教えてください。でもそれまではずっと応援してくださいお願いします10年後になっても、私が卒業するの10年後になっても30年後になっても、絶対それまで応援してください即完売したよね。それな、手まりと太鼓の達人、マジそう。たまに七並べで安否の手まり探してる人と対戦する。どういうこと、名前がってこと。卒業公演にて発表僕でしたみたいな、マジ知りたいもん、ガチ知りたい。ミサンガも結構気になる。だからミサンガ結構さ、どうしてんのみんなどうしてるわけ、気になる、どうしてるの。ミサンガも10個作る企画があって、それをファンの人のプレゼントの、なんかコロナ禍の時にイベントあったんですよ。10個頑張って作ったんですよね。配信の中でも作ったりとかやったんですけど、ちょうどドライブインライブの時だった。あ、そうなんだ。今年の生誕で渡しようかな、生誕祭で。あの最後に一つだけ、手張り持ってる人教えてくださいっていう方、なんでミサンが外れたのか未だ理解できない家の一番奥で現状保管してます。ありがとうございます。推しがあれな人もしかしてしている、どういうこと。でもミサンが持ってる方で、あの お磨けしなくなった方はいらっしゃいますよいらっしゃいますよ。
で大事にしてくださってたら嬉しいなと思います。待ってるの？あもうないよ。配信しながらミサンガ作りながら出演するメンバーいたっけ？私のことですか？現実を突きつけないで。もう終わってます。ミサンガ企画、あふざけんなよ。1個なら全然いいよ。やりたい、1個やりたい。だからみんな喧嘩しないでね。なんかでもね、こうめっちゃミサンガとかスペイベもそうよ、メンバーが選べるみたいな、なんか結構言われるんでしょ、選べるんでしょみたいな、めっちゃ言われるんでしょ、ファンの人にお話し会とか、それこそショールームとかツイッターとかで言われるんですけど、選べれねえよって思いますよ。選んでないよって思って、それでなんで僕は外れたんだみたいな、とかどうせメンバーが選んでるんだろうみたいな、あるじゃないですか。そう、負け惜しみはやめてください。しばらく寝込みます。やめて、寝込まないで。リアルライキン始まる。やばい、プラ版にしたら、プラ版いい、プラ版やりたい。オリコちゃんいっぱい書いて、プラ版、プラ版の企画あったよね、何の時あれ、プラ版の企画あったよね、誰が持っとん。確かにレンズ新しくなった、私の。確かに作れるよ。ガチでっていうのを全部知らないから。ガチでっていうかもう全部知らないから。そう、すごい、私ミサンガの時に言われた記憶あるもん。あとスペイベも結構言われるよね、知らないよと思った。だから私スペイベの時毎回誰が当たったタイミングで、このなんかツイッターの中で当たりましたみたいな人が出てくるわけでしょ。でも私のファンの人は、はい当たりましたみたいな感じの人がいらっしゃらないんでしょ。そういえば当たったんやけど、当たったよとか、当たったことを知らせずに来られる方が多いらっしゃるんですよ。あ、プラ版の企画は私が持っとる。嬉しい、ありがとう、よかった、嬉しい、ありがとうございます。アリンコさん、姫ありがとう、よかった、やったね。スペイベとはスペシャルイベント、控えめな安否推しの方、アンピーズさん控えめらしい。そう、内緒とか、あ行くよみたいな、あの何日行くよみたいな、何日、あスペイベじゃんみたいな方がちょっと多いので、そう教えてよって言ってもみんな結構そう、いや当たんなかったとか、当たんない人は当たんないって言うけどね。宮島もね、全員そのお話し会で報告とか、当たった日とかに教えてよって言ってもショールームいなくて、でお話し会で、あ行くよとかで、でなんかちょっとそれっぽい発言の人がいて、あ行く、来るんかなみたいな、そう推しに似る。似てるんだって。スペイベ今回はボーリングですね、あんまりそういうアピール、そうね、でも私もそうだよ、私もそっちタイプ、うわーいうわーじゃない。そういえばだいぶスペイベで安否の魔法、あスペイベね、あったよね、ソロイベントね、懐かしい。ポスター届くまでわからない、あーあれか、スペイベの、スペイベじゃないけど申し込みやつか、本名ですね、恨まれる可能性だってある。後ろを気にしながら生活したくないから。安否が結婚したらブーストすのか、ね、手割りとすすごい飛びそう。ボーリング当選者の発表は今週か来週。そうだよね、もうちょっとだもんね、楽しみ。ボーリング行かなきゃ、私どうしよう、行かなきゃ、え行かない方がいい、もはやどうしよう。どうしようどうしよう、ボーリング楽しみ、
当たったら緊張しすぎてやばそう。ボーリングやばいよね。初めてだわ。デートだ、ボーリングデートだね。デートじゃないか。この指で。ぶっつけ本番で行くしかないか。もうね。間に合わない、ね。ボーリング玉じゃん、たまに倒れないよ。すごい高速で投げないと。玉役でもいいなら。いいんですか。いいんですかね。初めてのボーリング、初めてのボーリング、新しい友達とするよ。新しい友達なんか分からんけど、カープ投げれる？キロン。でもスペイビのさ、あれどんな感じで決まってんのか分かんないよね。あれさ、公演とかもどうやって決まってんやね。パソコンのさ、なんかさ、パソコンでもさ、席替えをさ、パソコンでやってくれるやつとかあるじゃん。名前入力したらパソコンが勝手にやるみたいな、あるじゃん。そんな感じなんかな。気になる。どうやってああいうの決まるのか気になるくない？どうなんでしょう。気になるよ、気になるよ。隣の例投げちゃうかも。結構ワンチャンある。デートと捉えています。じゃあデートだ。デートだ。何人だっけ、何人が当たるんだっけ。運命のルーレット、箱の中が一番いいです。面白いね、それ面白い。やりたくない？スペイベやりたい。スペイベこうなんか申し込んでくださった人数分、その2枚申し込んだら2枚その人の名前が入ってるとか、もし2回引いちゃったらもう一回やり直しとかで。やりたい。私の右手に任せてよ、みんな任せてくれませんか。タブレット抽選、タラララッタタン。ワイルスどんぐらいなんだろう、人によって違うだろうけど。抽選会イベント懐かしいよね。アルバム懐かしい。頑張ってたよみんな。お話会場がね、すごい学校みたいになってたもん。こんばんは。トゥルル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 。安否が引いたらみんな納得？しょうがないもんね。昨日の千穂さんの抽選みたいな。抽選してたのね。アーナではないけどアルバム当たった。すごい、おめでとう。アルバムとかもさ、全員も誰持ってるのか知らないもん。いつもアルバム2個とか3個作って知れるの1人ぐらい。1人か多くて2人とか本当に知らない。あとなんか一人、STU の一番いい賞が S 賞なんですけど、 S 賞も知ってるかな。前あった直近のやつは知ってる。その前のも知ってるわ。知った。もう一個前は何？ 3 回ぐらいやったよね。2回しかやってないか。2回やってたら S 賞全員知ってるわ。知ってるわ。でもアルバムは全員分知らない。そう、 S 賞の打ち合わせあったから一人は知ってるんですよ。打ち合わせなかったら教えてくれなかったかも。もう一人は名前を教えてくれたから知ってるのとですね。じゃあ2回しかなかったか。1枚だけ買った件ある方の、すごい。お話し会とか来ない方なんかな、わかんないけど、なんかアルバム誰持っとんやろうと思って気になってる。これも真相は闇の中。こんにちは、闇の中へ。まあ、大事にしてくださってたら何でもいいんですけど、でもねちょっと教えてほしいよね。把握したいじゃんこっちも、誰が持っとる か、 なんか今配信見ててアカウント持ってなくて見てた場合、そう頑張ってアカウント作って、あーかんかなんかで名前作って、ニックネームあーかうんかなーのどれかで、で僕当たりましたって言ってください。多分お話し会とか来てる方だったら多分言うから、そうなんだと思う。一文字検定、そうあーかうんかなーよ。
あがうんかないよ。今名前がある方はそのままでいいよ。名前がない方はあがうんかないよ。どれかよ。でもあ多いからうんとかじゃいいんじゃない。探偵ナイトスクープ出せそう。出したい。私物サインあったら持ってきてほしい。確かにいいね。私物サイン懐かしい。私物サイン今回私私物サイン来ると思ってた。来なかったね。来そうかなって思ったのに。てか前回さスペイベ3回あったじゃん。今回1回じゃん。悲しい。何回か会ってほしかった。グッズ買った人はジョーさんが何々回すっていう企画やってた。あ、いやいやそうなんだ。報告したい。待ってるよ。スタッフさん送り先知ってるはず。そうなんよ。でもさ、ま、手まりの場合さあれなんよ。そのあのテレビ局側の人だから聞くも聞けない。どんな私物に、え、パネル多いね。パネルにサインが多いのと、うん、生写真、なんかめっちゃお気に入りの生写真とかの人もいたし、なんだっけ、何人書いたっけ、あ、リュックね。そう、私の私物サインはリュックダメですよ。リュックの人全員汚染してるから。リュックダメよ。リュックにはサイン書かないかも私。2人いるんですけど、リュックに書いた人汚染したので、リュックは私的に NG 品でございます。私とはいないですよ。人によってね、すごい、なんだ、誰だっけな、なんかなんだっけ、たこ焼きかな、たこ焼き、あ、たい焼き気にとか、たむきち、たい焼き気にっていう人とかいたり、エアコン人もいたのかな。セブトのパンフレット買ってた。書きたかった。それいいね、いいね、いいね。三大安否の謎。安否、もはや安否の謎ではないよ。ファンの人だよ。ソロイベントもうないのかな。あれ楽しかったけどね。でも緊張するよ。次やるとしたら私何がいいかな。タロット占いやろうかな。自分はグラビア載った雑誌に類に書いてもらった。おー、誰に、想像つくよ。サーヤに話したら閉じめられた。ドア諦めて写真パネルでした。難しいよね。ドアでもね、なんかね、ダメ、 NG だった場合、なんかもうなんか 2,3 個ぐらい私物持ってきてくださいみたいなのがあるんですよ。そうそう、スマホの画面、やばいやばいやばい、無理無理無理。無理無理。音ちょっと書いとこう。私のやりたいことリスト書いとこう。大事だよね、やりたいことリスト。どれに書くかな。紙に書こう。タブレットに書くんじゃなくて。私はタロット占いをやりたいね。ファンの皆さんにタロット占いやりたい。ショールームの企画全然何もしてない。大喜利配信やりたいって書いてるのにやってない。書くだけ書かない。私、私あるある、みんな覚えとって。私メモるんだけど、メモっても実行しないタイプ。メモるので満足してる。振り付け配信もね書いてる。英語禁止配信、あ、やりたいね。あるある配信はやった。私あるある、私の、うう、そう、カタカナ禁止、そう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 、米禁止配信とか、なんやねんそれ。タロット占いをする、したい。
タロットのなんか企画でなんかファンの人を占いたい、そういうさ私のさ個別のさイベント開いてもし。信じるか信じないかあなた次第ってやつやりたい。うん、あなたはうろうろするの危険ですとか言われる？言わないよ、ちゃんとタロットで出たことしか言わない。しかも タロットめっちゃタブレットとか見ながらめっちゃ見ながら言うから。やりたい、私にリスト作ったからやりたいことリスト。その企画を3期生に売り込んで、なんでやねん、私がやりたいんよ、タロット占いは。やりたいんよ、やりたいやりたい。書いた、2個書いた。他はなんかないですか、みんなやってほしい企画。星谷さんバラありがとう。あ、オリコちゃんグッズ化とタロット占いを書いた。そう、オリコちゃんグッズ化したいんですよ、今年にしたい、今年したいこと。もっともっとねアピールできるように頑張りたいと思ってきて、最近オリコちゃん書いてないからアピールも何もしてない。でも書けるように頑張りたいなって思います。最近ちょっと前書いてたんですけどね、ちょっと前というか1年前ぐらいは。骨付き鳥の食べ方配信、一人でやりたくない、誰か一緒にやろうよ。配信だけじゃなくていいよ、配信だけじゃない、書いたということは実現しない。オリコちゃんは実現させるから、タロット占いは何も言わないっていう。あれ、他なんか仕事で実現したいもの考えたい。電子レンジ、他なんか仕事で、ちいかわかい、ソロ公演か、まだまだ好きにはなりそうですけどね、目指したい場所ではありますよね。オリコちゃんグッズ販売イベでの記念イベでタロット占いできたら、確かにオリコちゃんのグッズをたくさん売るのでタロットをさせてください。オリコちゃんをオリコちゃんのグッズを何円以上買ったらタロット占いしますみたいな。おもろい、みんなの誕生日覚える配信、覚えられない、ごめん、全員のは覚えられない。数字がいっぱい並んでると、私の1ヶ月後ですとかだったら覚えます。だから私の誕生日は覚えなくていいよ、私が死ぬほど、ああと1ヶ月が誕生日だ、あと1週間後だって言うから。モデルありがとう。バレエできるか集めて発表会、ああやりたい、バレエ。ちいかわさんが会いたい人に会うという番組の企画を立ち上げて、その意味を、誰に会いたいかな、私真帆さんに会いたい、高橋樹里さんに会いたい、樹里さんに会いたい。私なんかあのアイドルになってから会ったことないんですよ、会いたい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 走れ走れ会いたい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 走れ走れ会いたい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 。アナザースカイ解明しよった、ダメよダメよダメよ。今ど韓国にいらっしゃるのかな。最近ロケットパンチさんの足取りがつかめない、準備中なのかもしれない。夢を叶えたろかスペシャルみたいになってきた。高橋樹里さんに会いたい会いたい会いたい。で私が好きっていう知ってるマネージャーさんがなんか前みたいなの言ってた、クラファン、そうアイドルやってますよ、ロケットパンチさんっていう韓国で。でもちょっと前帰ってきてた、ちょっと前いつかも分かんない、ちょっと前はいつか知らないけど前帰ってきてた、目隠しでヘッドホンつけて移動だけで全然いい、全然いい、やりますやります、鼻栓もして耳栓もしてやります。鼻栓とかあるのか知らないけど全部の全部を塞いで口もマスクしていきますよ、全部隠していきます、呼吸できなくてもいいです。全然ガムテープ貼ってもらって、で鼻にも詰め物詰めてもらって全然いいです。
飛行機乗せられたら察するな察する察する。息をする心は忘れないで息ができない。会う前にちょっともう会えないかも。配信でリハ、確かに。クラブミュージック流れてるけどいい？ツクツクチャツクツクチャツクツクチャツクツクツクチャ。元気な状態で会いたいやん。確かにいや辛い状態でも元気になれるよ。びっくりした。映画を撮る企画、安比監督。今日おぎゃーだった日だった。え、誕生日ってこと？誕生日ですか？かわいい、ありがとう。ジュリさんに会えるのかどうか会えないね。このままじゃ会えないよ。このままじゃ会えない。ちょっとタロット占いで会えるかどうかやろうかな。丸×で。酸欠ですごいお顔が向こうの第一印象になる。確かに。そうまでして会いたいと思ってくださったんだ、会いたいと思ってくれてたんだって思ってくれたらいい。いや会える、私が会えるだけでいい。あいつにあっちなんて思われようと会えたらいい。内緒？どっち？チーズ母さんが今一番したいこと？なんだろう。なんだろう。日本一周。めっちゃ嘘すぎる。したいとは思ってるよ。一番かって言われると分かんないけど、日本一周したいね本当に本当に本当にしたいしたい。え、日本がいい。私世界一周しなくていい派。いや、うん、世界一周大丈夫、間に合ってる。ダウトダウトって言われた。おもろい。ダウトいいね、面白いね、やりたい。嘘か本当かみたいな、ダウトかどうかみたいなあるよね。やりたいんだけど、私が嘘つきかどう、嘘つきができるかどうか。あ、何で回してたんだっけ。高橋ジュリさんに私は会えるかどうか、今後会えるかどうか占いで。占いって怖いよね、こういうとこ残酷だよね。会えるって出るかもしれないからね。会えなくても画面の向こうでは応援してます。会えなくてもいいんですよ、会いに行くから。いつか会いに行きたい、そう思っている所存でございます。でも日本デビューもしたんですよ、だからワンちゃんまた来られるかもしれない。表情出てる私。わお、どうしましょう、恥ずかしいですわね。私は高橋つるさんに会えるかどうか、これちょっと良くないかも。今回出たカードはあれ、あれ、本は、本は、本がないと私分かんないんだけど、本は、本がないと私分かんないよ、本がないと私分かんないんだけど、どこいたっけ今。あった、これは何？何のカード？どこのカード？あ、これだ。女王、女王。急げ急げ。これ女王。クイーンか。あ、三角だ。三角だ、三角だ。会えないかもしれない。わかんない。ちょっと曖昧。三角だった。どうなんだろう。会いたいな。私のこれから次第ってことだな、これきっと。頑張ります。ヒッチハイクで日本一周はしたくない。そんな人見知りには無理、車内が地獄だもん。話せたらいいよ、話せないから。広島まで行きたくて。
今なんでいるんですかここにって言われたら、いやなんかちょっとヒッチハイクで日本一周したいなって思って、はいはいってなっちゃうお話し会と私は別よ、お話し会の私とそのこう普段そのヒッチハイクした時の車内の私は多分違うよ。ヨバン人、いいな、私もこの後いっぱいやります。のぶしろがあるよ、社内自覚。そう、おお、すごい調べてくださってる。マリカーしてる時も別の子、推しの子みたいな言い方、別の子、推しの子。ということで今日はそろそろ終わりたいと思いますね。ヒッチハイクできる人ってマジコミュ力がある人よ、まずしようと思わないから。できる、できない人は喋れないなって思う場合は不安を抱えるから。芸人さんとかすごいよね。アイドルでやってくださいって言われたらワンチャンできるかも。なんかそのアイドルとしてやりましょうってなったら頑張るしかないってなる。だからその原宿とかも一人では絶対歩けないけど、アイドルとしてもう企画としてやりましょうってなったら歩ける。もはや子供の頃ヒッチハイクで乗せて行ってもらったけど、子供の頃危ないよ。幼稚園の先生だよ、どういうこと危機管理、確かに危ないよね、同じ車内ってね、もはや。ということで今日は配信見てくださりありがとうございました。4月に、あ、そうなんだ。でももう治ってらっしゃるんじゃない、4月だった。ということで明日の配信はちょっと短いかも、夜とかになるよって感じ。朝は配信できないので22時半、それよりも遅いかもって感じ。まあ1時間はするかなって感じです。22時半、22時45分、22時45分が一番かな、第一希望。できたら22時半にしたいけど微妙かも、なのでそう思う、そんぐらいって思っていてください。では13位サンピンさん、12位ドグラスさん、11位芋太郎さん、10位山田太郎さん、9位チンチラさん、8位アスパラさん、7位渡辺さん、5位カズキンさん、4位オカピさん、3位しおりさん、スキピー、2位マツさん、スキピー、1位クマピーさん、大好きピー、ありがとうございます。配信見てくださりありがとうございました。そして高圭さん、たありがとうございます。それでは、ね、今日も1万人の方が見てくださりありがとうございます。はい、来期一緒に頑張りましょう。それでは今日もありがとうございました。皆さんもゆっくり休んでください。バイバーイ。はい。